週刊エリア TV。 さて皆さん、今週の週刊エリア TV いかがだったでしょうか。今週もですね、滋賀県の素晴らしい場所、ね、リポートさせていただきましたけども、魅力伝わったでしょうか。さて、そんな中もう一つ皆さんにご案内があります。来る8月6日土曜日からの1週間、場所は東近江市ひばり公園で行われる、この東日本最大のお祭りといえば、そうです、ワンワールド2011異なりへサマーフェスタ。この8月6日土曜日から1週間行われるわけですけども、そのひばり公園には25万個の美しい電飾で彩られ、そんな中もういろんなね、あの思い出を皆さん作っていただきたいと思いますが、8月の6日にはオープニングイベントといたしまして、私ヨーヨー陽介とゆうこちゃん2人で総合司会で盛り上げつつ、皆さんの夏の思い出を作っていただきたいなと思うわけですが、そんな、オープニングイベント6日の夜には、お、流れてきましたね。そうです、毎年恒例、この人たちキングラスホッパーズがライブで盛り上げてくれますよ。そしてフィナーレはドドドーンと、フィナーレにふさわしいたくさんの花火が打ち上がります。ということで、東近江市ひばり公園で行われます8月6日からのワンワールド2011異なりへサマーフェスタ、ぜひとも皆さんお越しください。待ってますよ。ということで、週刊エリア TV 今週は以上となります。ここまでのお相手は私、曲げ麺 DJ のヨーヨー陽介でした。それではまた次回お会いしましょう。バイビー。